12月18日発売開始の改良型未来詳細はトヨタは燃料電池自動車セーベである未来を一部改良し12月18日に発売すると発表したメーカー希望小売価格税込みは726万1000円861万円となる先行車やカーブに対しての減速支援とステアリングの 支援を行うプロアクティブドライビングアシストをはじめとする最新のトヨタセーフティセンスを搭載し安全装備を充実トヨタチームメイトアドバンストドライブ渋滞時支援アドバンストパークリモート付きを設定し高速道路渋滞時一定条件下レーダークルーズコントロールプラスレーントレーシングアシスト作動中に ドライバーが前を向いているなど、での運転負荷軽減や、安全安心な駐車支援を実現。12.3インチ TFT カラーメーターの採用を拡大し、視認性を向上させるとともに、全64色の室内イルミネーションを採用。ドライブレコーダー専用のスマートフォンアプリで、 スマートフォンを携帯していれば画面操作なしで、ドアのロック、アンロック、エンジンスタートができるデジタルキーをオプション設定など。